はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。見てください、このミッキーさんのね、かわいい笑顔。<笑>かわいいですね。はい、笑って寝てますね。えー、ていうか、ぬ、こはいつも笑ってますけどね。はい、おててもかわいいですねー。はーい、皆さんどうもおはようございます。沖縄おばばでございます。はい、えー、今日もね、那覇市は,は、あまり変わりありません。えー、ちょっとね、 えでも昨日はちょっとで冷房消せませんでしたね。はい。えー、ずっと空調入れっぱなしです、まだ。はい。まあそういう感じです。まあ10月いっぱいまでね、あ暑いです。はい。えー、まあ暑い時はね、12月いっぱいぐらいまで半袖でも大丈夫なので、沖縄はね。はい。えー、まあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけど、まあ夏バテしないように。はい。まあ、頑張ります。 まあ、あ、なんか、すごくね、えー、寒くなってるみたいですね。内地の方は。あ特に、あの、関東地方11月の気温だったということで、えー、当気をつけてくださいね。はい。えー、まあ、それから、いろいろとね、なんかあ、いいニュースも悪いニュースもいろいろと入ってきてますけど、うーん、まあ、悪いニュースっていうかね、良くもないんですけど、 うん、まあ、こういうところにね、日本の技術ってあるんだろうなーって思います。ただね、これね、本当にね、えー、今後ね、引き継いでいく人がいるかな、どうかなってちょっと考えちゃうようなあニュースがあって、ミズノっていうあのゴルフクラブのメーカーありますよね。あそこのアイアンって手作りなんですよ。で、世界でも、 なんか珍しいみたいで、職人さんがね、あの、いわゆる鍛冶屋さんみたいにガンガン打ち付けてね、作ってるんですよ、実を言うと。えー、で、これね、えー、まあ、職人さんどうなんだろうって思います。まあ、1ミリとかの違いでかなり変わってくるみたいなんでね、えー、成形するときとか。なので、今後ね、えー、こういった技術、 技能ですよ、ねえー、まあ水野さん自体は非常に大手のメーカーなんでしょうけど、えー、でもねあのこういった別の何て言うのかな工場に運ばれて下請けさんがやってるんでね、えー、こういった仕事をね細かい調整とか、えー、なのでまあ今後ね厳しくなってくるんだろうなーっていうことがね、えー、こう。 わかると思いますあの日本ってね本当にね、えー、中小とかこういうメーカーとかがね中小のメーカーとか、まあ、下請けさんですね大手のそういうのが非常な技術力を持ってるんですよね。えー、で今ねまあ、あのー、アウト政府がね下請け潰しみたいなこと中小潰しみたいなことやってますけど実際本当に技術があるのはこういう下請けさんなんですよね。 えー、ほんと、やめてもらいたいなと思います。はい。えー、まあ、こういったね、えー、技術を今後ね、検証していくことができるのかなって考えるとね、もうちょっと微妙な感じですよね。はい。まあ、それからですね、えー、なんというか、ああ、こういうところにも来てるなっていうことで、あの、JR の高崎駅にあったね、 駅中にある、まあ、改札の中にあるお蕎麦屋さんなんですけど、なんか昨日で閉店したみたいで、理由はね、あの、老朽化ということなんですけど、直す気になれば直せるんですよ。はい。直す気になれば直せるんです、老朽化なんで。えー、その、ね、もっと深いところに理由があるっていうのは、 皆さんわかりますよね。はい。つまり、設備を交換する費用がもうありませんよということですね。はい。設備の老朽化という理由で、えー、まあ閉店してしまう。まあ結構ね、利用する人多いと思いますよ。あのー、駅中のね、立ち食いそばは。 まあ、あのー、かなりの人気店だったみたいで、昨日もね、大行列できてたみたいですね。わざわざ、あの、高崎まで東京から行って、おそばを食べに行った人もいるみたいなんで、えー、まあ、こういうの見るとね、ああ、来てるなって思いますよね。まあ、老、施設の老朽化が本当に理由だったら簡単なんですよ。 施設新しくすればいいだけの話でその費用がね多分出せないんですよ。ここなんですよ。はい。えー、なのでもう来てるなっていうことはそういうことなんですね。えー、まあ全国的に、まあ、景気がねどん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 。 悪くなっていていろんなものをね、直すにしても、費用がね、どんどんかかるようになっているっていうことです。えー、多分ね、まあ、いろんなね、ものが値上がりしてるんで、えー、昨日もね、えー、ちょっと言いましたけど、まあ、新しく建ったマンションがね、ステルス値上げしていると。はい。いわゆる、あのいろんな設備,、ね、設備のグレードをね、落として売っていると同じ値段で。 まあ、そういうことでね、もうこれ、避けられないことなんじゃないかなと思ってます。はい、えー、どんどんね、質は悪くて、悪くなり、値段は高くなり、で、えー、ついていけない企業はどんどんとね、えー、潰れていくということになるんでしょうね。はい、まあ、向こう側の思惑通りということでね、もう <laughs>、 あらあらっていう感じなんですけど。はい。まあそんなこんなでね、えー、今日も元気で、はい。えー、一日を過ごしましょうね。えー、まあ火事のニュースとかね、まあ人を用意しちゃったニュースとかも入ってきますけど、なんかほんと不審なことが多すぎですよね、最近。はい。毎日なんか不審なニュースがいっぱい出てきます。 え、まあ、めげずに、まともに、まともにね、生きていきましょう。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう、沖縄、おばばでした。やん、かわいいでちゅね。